チャールズ・ケルスイ・ドージャーは、アメリカ合衆国出身の宣教師、教育者、西南学院創設者。日本では C.K. ドージャーと表記するのが一般的である。チャールズ・ケルスイ・ドージャー。また児童教育などに尽くした学院創立者の妻、M.A. バークは外国人として初の西日本文化賞を受けている。口述の日曜問題で辞任後は小倉で伝道に従事していたが、1933年5月31日、心臓病で死去。54歳。臨終の際に言い残した、聖難よキリストに忠実なれという言葉は、今でも、見学の精神として伝わっている。後に、西南学院大学の卒業生で、RKB 毎日放送エグゼクティブプロデューサーの木村久志文が、ドキュメンタリー番組、荒野に呼ばわる者 C.K. ドージャーの生涯で、ドージャーの生涯を描いている。日曜日の野球試合現金で起きた学園騒動である。1928年7月22日の全国高専野球西部予選で、西南は長崎工商を6対0で破り、福岡高校と準々決勝での対戦が決定した。ところがドージャー院長は、日曜日はイエス・キリストの安息日であることを理由として、試合出場を禁じたが、仕上がる部員たちはドージャーの反対を押し切って、試合に出場。翌日、長崎工商戦に出場した、選手全員を無期停学の処分にした。さらに、もし今度復興と試合をすれば、全員退学処分にすると警告。結局、ナインは、試合出場を断念したを破って優勝した。これが原因でドージャーは、生徒、教職員と対立し、翌1929年7月、院長辞任に追い込まれ、学院を去った。西日本シティ銀行、ふるさと歴史シリーズ西南学院の創立者、C.K. ドージャー。ありがとうございます。